ルームナ、no. ンバーワン301は、荒井明による日本のライトノベル。イラストは、サッチが担当。富士見ミステリー文庫より、全11巻、短編集4巻が刊行された。ライトノベルとしては珍しく、主人公ら中心人物の間で、肉体関係を明確に成立させている。本作品は、イ一が1303号室の鍵を、 拾った時点からの時系列と、それから5年後の13階に行けなくなった時点の話、登場人物と作者の対談形式の後書きで構成されている。自分は恋愛には向いていないと思っていた。絹川健一は、クラスメートの大海千谷子に告白され、桑畑彩と,と出会い、鍵を拾ったことによって12階建てマンションの存在しないはずの13階の部屋へと招待される。賢一、 あや、濃くなり、サエコ、ひなの住人たちと、不思議な13回の物語。2007年2月23日に 5PB 発売、ジェネオンエンタテインメント販売で、ドラマシリー第1巻がリリースされている。第2巻は5月25日に発売。第3巻は9月21日に、上下巻の2枚同時発売。サッチ、イラストにて、ドラゴンエイジピュアボリューム3より、 ルーム、ルームナンバーワン301が連載された。2008年1月9日に単行本題1巻が発刊。全2巻。ありがとうございます。